えとビズ総務省が27日発表した10月の東京特区の消費者物価指数は変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が1年前と比べ2.7%上昇した106.0でした伸び率は4ヶ月ぶりに拡大しました食料品や宿泊料の値上げに加え政府の電気都市ガス代の抑制対策が縮小されたことが影響しました